NCA ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは、今週のマーケットの振り返り、チャートで振り返ってみましょう。はいえー、こちら、日経平均の日足のチャートです。えー、今週の日経平均、三勝二敗となりました、えー。今週は手がかり材料難の中。三万八千五百円から三万九千円どころ、このレンジ相場が、えー、主な動きと。 いうことになっております、えー、この日足のチャートですねここの終所の急落ですね、えー、ここで25日の移動平均線を割り込みまして一目均衡表の雲も下抜けたということになります、えー、徐々にですね、えー、ここの下値を切り上げてきて25日移動平均線に絡んだ動きとなりました しかしながら、ここを上抜けるまでには至らず、まあ、一目均衡表もこの雲の中での進行となります。まあ、上値は重く、硬着状態が続いたということになります。まあ、この相番に、二十五日移動平均線の回復が望まれるところです。えー、まあ上値を抑えられたというようなところにはなりましたが、六月の sq 値。先週ありましたけども。 ここが38,535円ここを上回って引けたというところはポジティブに捉えたいところですスケジュール的に株主総会シーズンとなっておりますそして本日は注目のソフトバンクグループが株主総会を迎えております開催されたというところですがここも注目というところで本日の新聞の一面で扱っております え孫さんがえ久々にこう公の前に出たというところでもえ注目を集めておりますがえ孫正義代表取締役会長兼社長執行役員 SBG の使命は人類の進化であるとまあこういった決意表明をされておりますえまあそのため今後10年以内に人類の知能の1万倍の性能がある ASI これを登場させるよう全力を尽くすと 述べております世界的な AI ブームでソフトバンクグループの株価は年初来高値圏にあるといったところで、まあ、決算説明会への登場をやめた孫氏ですが自分自身のこのビジョンを語る貴重な機会とあって、えー、注目となっておりますえ。自社株買いや株価についての言及ということが期待されておりましたがそれがなかったということからこの日の株価はですね、えーまあ 徐々に胸ううを消していきまして結局は3%ほどの下落となっております指数寄与度も高いことから、えー、まあこの日は日経平均を63円ほど押し下げるということになっておりますこれがなければ日経平均は4日続伸となっていたというところになります損、えー、氏は SBG が、まあ、ここ、まあ、ソフトバンクグループが、えー、自家純資産 これが前年の14兆円から足元では34兆円に増えたということを報告しております。株主価値を大きく増やすには進化と増大、これが重要であるとしておりまして、創業以来ずっと実現してきたと述べております。まあ、その上で今後のビジョンについて、えー、熱く語ったというところであります。えー、本日のです、ね、この1面。 ここに大きく取り上げておりますので、こちらをぜひご参考いただければと思います。今週の動き、これをですね日経平均の週足のチャートで確認してみましょう。先週末と比較しますと、日経平均は218円の下落、対してトピックスは21ポイントの下落となっております。 NT 倍率は14.16倍、えー、若干の拡大を見せておりますね。投、えー、落レシオは99.34%と上昇。そして一日当たりの売買代金ですが、ここは3兆7600億円。これは先週からは1300円ほどの減少となっております、えー。今週は全体的にですね、薄飽きないとなっております。えー、そしてこの週足のチャートですが、この一番右端の この部分、これが今週のロ、えーソク足となります。え長い下ひげを伴っておりまして、実体線の短いえこれは陽線となっております。え下向きになったこの13週の移動平均線、えー、ここに頭を抑えられる展開が続いております。え下ひげ部分ですねえ。ここの部分が長くなっておりますが、ちょうどここ26週の移動平均線 ここがサポートするといういうマーケット環境を踏まえて、今回ですね、注目銘柄を2銘柄ピックアップしてあります。まず1銘柄目はこちらとなりますね。こちらはシステナとなります。証券コードは2317。 この銘柄、5月13日に発表した自社株買い、ここが注目ポイントとなります。株数の上限、ここが2500万株。これを発行済み株式数の6.4%となっております。上限金額は100億円。これをですね、えーまあ、割った数字で見てみると、いわば買い付け予定価格。 これが400円となります。現在の株価が298円ですので、まこの本気度というのが見えてくるというところです。まあこの設定ですが、業績や株価に対する自信の表れと見ても取れます。足元では株数が上限に達しないまま金額上でま上限達成というところで、自己株式の取得終了というのを発表する企業も多くあります。 まあこういったところからですね、このシステナですが、株式の6.4%分、これ2500万株、これをきっちり買い切る可能性が高そうです。ちなみに、6月発売の会社式法では、システナの不動株比率、これが4.7%としております。6月3日開示の自己株式取得状況に関するお知らせによると、 まあこれは5月の14日から31日のこの14営業日ですが、ここでは619万株以上を買い付けております。この間の総出来高に2896万株、ここに対しての関与率はなんと21.3%、えー、まあ買う気満々といったような姿勢がうかがえます。 えまあ、これだけ買ってもです、ね、上限に対してはまだ24.78%、えー、まだこの3倍以上の買い付けが可能となっているというところです。まあ、不動株が減少すればその分の、えー、まあ値運びというのも軽くなるという価格効果というのも、えー、ここも期待されてこようというところでしょうか、えー、短期的な、えー、まあ積極姿勢を行うという方針でして、まあ、不確定要素が多い といったところから、今3月期から業績予想をレンジで表示しております。えー、今回、営業利益というのが12.5% 5 1減益から8.1%の増益としておりますが、5月30日発表の月次の外境の速報によると、4月では6%の増収、えー、そして33.5%の営業増益とまあ、かなり好スタートと、 なっておりますす注目されるシステナですそしてもう一銘柄はこちらです。こちらはケーズホールディングスです。証券コードは8282。前3月期、これは在庫消化不良ということで大幅な減益となっております。期末在庫水準は抑制済み。今期は需要次第で仕入れの活性化に期待ができるというところで SMBC 日興証券。 ここは家電市場の回復時には注目したい企業として、投資評価では2を継続しております。目標株価は前回が1370円、そして今回は1500円へ引き上げております。ローコスト経営と従業員の専門性の高さが強みと。 いうところで同業の中でも家電量販店事業に特化していることから相対的に需要の回復恩恵を受けやすい銘柄と言えます、えー、今年の夏は猛暑の需要そして省エネ家電への買い替え需要というのが予想されております、えー、足元では長らく低迷が続いていた家電市場ここに回復の兆しが見えております、えー、注目されるケーズホールディングスです えそして、えー、最後に今週から来週にかけてですね、えー、来週の展望となります、えー。来週は材料難の中、レンジ相場が継続しそうな見込みです。えー、そして需給面での高額材料が混在というところも注目されるところにとなります。えー、大きな、えー、材料というのがない中、手がけにくさが漂うという6月の最終週となりそうです。 えー、3万8500円から3万9000円、このボックス内での値動きとなりそうです。えー、受給面から見る限りでは、来週は、えーま、重要な分岐点を迎えるという可能性が高いというところです。えー、来週ですが、えーま、ここの講材料というところでいうと、3月期の決算企業の配当金の支払いラッシュがあります。 これはトピックスの構成銘柄で言いますと、1426社中の856社、金額ベースで見ると、10兆8522億円中の、なんと5兆6780億円分の支払いがこの週に集中します。その一方で、来週はちょうど3月、6月、9月、12月、それぞれの最終5営業日に当たるといったことから、 3月期決算10月期決算企業の自社株買いの自,主自粛期間となります今まで最大の買い方のセクターである事業法人ここの買いの期待がないといったところから需給面での不安も出てきそうですまた先般開催された日銀の金融政策決定会合の主な意見が24日に発表されます ここでは追加利上げについて、高可派的な意見が確認されると、まあ、次回の会合に向けて、上値は重くなりそうな雰囲気があります。また、経済指標の方ですが、ここではアメリカの景気指標、まあ、予想より弱めの傾向がなお続くのかが大きな焦点の一つとなりそうです。その中でも注目されるのが、28日に発表されるアメリカの5月の個人消費支出。 えー、PCE デフレータータとなります、えー、この市場予測、まあ、伸び率の鈍化というのが見込まれておりますが、どうなるか、ここにも注目が集まります。えー、3万9000円を目前に、えー、上値の重さを感じさせる東京市場、まあ、10週続けて13週の移動平均線、ここに上値を抑えられる展開が続いています。えー、対してナスタク総合指数が市場最高値を更新と 言ったところで、まあ堅調さを堅持する、えー、ニューヨーク市場、まあ来週は6月月末そして週末、えー、半期末と、まあ締めの週末となります、えー。株価も意識した神経質な動きが続きそうです。以上 NSJ ヘッドラインでした。